ここがトリゴの町か。変わらないな。ニア？なんでもない。さてと、宿屋までは案内するよ。そこでお別れだ。捉えた人相書きで。え、なんだって。いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。これは心外。さあ、他に勇気ある者はいないか。君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。ああ、もちろん月々の給料だけじゃない、恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。さあ名乗り出よ、明日の英雄よ。ん？なんだろう、あの人だかり。ドライバースカウトか。ドライバースカウト？最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できるものは日々減っています。軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと？見た方が早いよ。やめなよ兄ちゃん、危ないよ。兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの？兄ちゃん。分かってるさ。だけど もしこの僕がドライバーになれたら。どけ青ビロタン。あ、さあ俺にふさわしいブレイドよ。力を貸してもらおう。ありゃダメだな。いやな。おおおっと、これは見かけ倒すな。残念。な、今何が起こったんだ。血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。残念ですが、資格のないものがコアクリスタルに触れるとああなってしまうのです。ドライバーになるのに資格がいるの？適正みたいなもんじゃよ。適正。さあ力と栄光を手に入れ帝国に貢献せんと望む者は他にいないのか。お、君か。次は君なのか。さあ前へ、勇気を持って前へ。兄ちゃん。大丈夫だ兄ちゃん。絶対にドライバーになってお前たちにいい暮らしをさせてやる。兄ちゃん。おめでとうかな。クリスタルが武器になった。ブレイドとはああして誕生するんじゃよ。え、でも俺の場合は。あんたの場合は特別。
ホムラ、天の聖杯なんだろ。だったら何が起きたっておかしくない。っていうか、命分けてもらうとか、もうすでに理解不能。ところで、その天の聖杯って何？あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって伝説のブレイドってことくらいしか知らされてない。っていうか、本人に直接聞きなよ。行くよ。あとは叙任式とか、つまんない式典ばっかさ。